パオロ・カステッリーには、イタリア・ブレシア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。正確なクロスを有し、周囲との連携で敵陣に切り込む選手。US クレモネゼ、トリノ FC にてプレイした後、2004年に、スペインのレアルベティスへ移籍。2005から6シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグにも出場したが、ほとんどが、 膝の負傷の治療に終わり、ベティスでは活躍できないまま契約解消となった。2006年にパルマ FC へ移籍。新天地では定位置をつかみ、4シーズンを過ごした後に2010から11シーズンは期限付きでエースローマへ移籍した。翌2011から12シーズンはセリエ B の UC サンプドリアへレンタル移籍。1シーズンでのセリエ A 復帰に貢献し、 2012年7月にパルマから完全移籍を果たした。2015年8月18日、生まれ故郷のクラブであるブレシアカルチョと1年契約を結んだ。U-20、U-21 のイタリア代表選出経験があり、U-21 代表としては2002年の UEFAU-21 欧州選手権に出場。 イタリアのベスト4進出に貢献している。キャスタリニーレ・スターラ・ソンドリア、ビアビーニー・エー・エル・パーマ。ソンドリア、オリジナルの2015年3月30日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20150330014349/http:www.sondoria.news キャスタリニー・レスタ・アラ・ソンドリア・ビア・ビーニあアル・パルマ・ HTML ・ハット・フィチャーレイ・ブレッシャー・トーナ・キャスタリニー・カーマウン・カントラ・ト・ニュル・ TU ・ TTO ・ MEER ・ CATOW ・ EB.COM2016、e、年2月15日閲覧ありがとうございます